しくお願いします。ひでちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。元気ですか？元気ですか？ついにお知らせします。みんなゲストありがとうございます。リンカさん、ビギナー、こんばんは。明日初のサイン会楽しみにしてます。いっぱいお名前呼んじゃうぞ。ミドさん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。白のブラウス可愛かった？デカリボン可愛み、ありがとうございます。明日もサイン会お願いします。お、今7回裏もう今日で決まりますからね。おっちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。なおくん、ビギナー、こんばんは、ありがとうございます。うん、知り合いが私のリツイートでショコを見つけてくれて沼ってくれた。嬉しい、可愛くてたまらんって言ってます。嬉しい、リツイートに感謝。みんなもよかったらリツイートしてくださいね。フォーカーさんがファンフェスティバルの告知ポストポストしてたね。今週の人気ポストみたいなのでだったみたいですよ。ありがとうございます。私がいいねしてるのでよかったら見てみてください。11日サイン会お願いします。書いてほしい名前はもう登録してないとダメですね。もう 10月の16日までだったかも。登録しなきゃいけない期間があったんですよ。そうなんです。ぜひ、だからフルネームになっちゃうと思うんですけど、ぜひ次からはニックネームぜひ登録してみてください。そうだね、明日はインスタライン、インスタライブができたらいいなと思います。下克上球児見てます。私ももうね、 TVer でため見してます。ゆきはさん、くまままま、ま、ありがとう。くまちゃん、ありがとうございます。阪神リード、チョコちゃん阪神予想、セリーグなのでっていう感じ。どっちも応援してます。あのオリックスは山岡選手っていう選手が私のお兄ちゃんにめっちゃ似てると思ってて、そう、もう頑張ってる人を応援します。私はだけど、まあセリーグだからっていうだけ。ルナちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。ああ、私変なとこ押しちゃった。押してない。そう、なんか今週の人気ポストみたいな感じだったね。でもなんかどっちが勝っても関西ってすごいですよね。黒野さん、くまままま、ま、ありがとう。くまちゃん、ありがとうございます。サイン会お願いします。写真会外れました。あら、でももしかしたらあの支払い漏れとかがあってまた応募できるかもしれないので、また水曜日ぜひ申し込んでみてください。そうですね、申し込んで当たったら登録できるって感じになりますね。サイン会は16枚目かな、次になっちゃうと思うんですけど、まあ登録しなくてもあの届くので
フルネームで、フルネームもまあレアっていうことでっていう気持ちで。みさん初見こんばんは、ありがとうございます。コーヒーさん、ありがとう。キューピットコモイちゃん、 I love you、 ありがとうございます。チャーハンひっくり返しちゃった、落ち込むよね。私もさ、なんかなんていうの、そのままひっくり返したこともあるし、なんかもういっぱいあるよそんなの。だから落ち込まないで。私もね、なんかご飯食べようと思ってなんかこう持ってて、あちってなって、ちょっと引っかかって、あちってなって、よしゃーはぁってなる。あ、30日までだったんだ。うん、2月タイム始めまして、いきます、待ってます、ありがとうございます。りょうりょうさん、ありがとうございます。今日のオーベルジーヌの甘口っていつもより硬かった、いつもと同じかな。いつもより辛いと感じませんでした。お、サイン会初めて解禁しよう、楽しみにしてる。お、嬉しい、仕事早終わって。嬉しいです。あ、ノイミー会大阪であったんですよね、気をつけて帰ってください。ん、みんな日本シリーズを見ている。日本シリーズ見てたらお話し会始まってました、ごめんなさい、面白い。でもね、なんか何人か、あっみたいな、私が「おーい!」みたいな、なんか、なんとかさーんって言ったっていう方が2人くらい、2、3人いた。今日の話し会撮ってなかったこと後悔しました。あら、後悔しないように16枚目ぜひ撮ってください。すごい、野球速報がさ10周年アニバーサリーになってるよ、すごい、気づかなかった。完売したってことですかね、ツーショット、ありがたいですね。外れちゃいましたってことか、何人かいらっしゃいますね。周りにめちゃくちゃしょこちゃん布教してます、嬉しい、ありがとうございます。なんちゃん辛くて泣いてた、辛いの苦手だもんね、甘口でも甘くはないから、オーベルジーヌってそうなのかもしれない。私はつい一緒についてるバターを甘口のルーの中に入れて食べてます。そう、それをあんちゃんに教えたんだけど、やった上で辛いのかやってないのかわかんない。食パンさんビギナー、おねむじゃないですよ、おねむに見えますか、メイクしててもおねむに見えますか。お、明日人生初サイン会、お楽しみにしてます、やったね。あ、朝駅伝ちょっとだけ見ました、ちょっとだけっていうか、なんかもうゴールのシーンは見た、なんかいいとこ取りしちゃった。ゴールの瞬間は見たし、そのちょっと前ぐらいから見ました、あと数キロかなぐらいの時から見ました。ツイッシュ敏夫さん、
初見始めまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶりにトラブルで運営さんと語ってました。そう、今日ね固まっちゃう方がいたり、あの声聞こえない方は有線の方だったね有線の方が声聞こえないんじゃなくて、声聞こえない方は有線の方でした。スイカゲームやっちゃハマっちゃうよね。寝落ちしそう。早く寝てください。メイクしてないと眠そうな顔って言われるかな。目がなんかこうなってるリックさん初見ありがとうございます。オベルジーヌはカレーです。カレーのお店の名前です。イコラブ知らない友達にラストノートのしょこちゃん可愛いねって言われてドヤ顔してる嬉しい、嬉しいです。あー、じゃがいもとバター先に食べてた。なるほどね。なんかなんだっけな、バスケも前にめっちゃいいとこだけ見ちゃった気がする最後の最後だけ見た気がする。うん、16枚目絶対サイン会申し込もう。ぜひぜひぜひお願いいたします。新潟最高気温27度、暑いですね。新潟ってもう寒いかと思ってた。有線マイクだと聞こえないわけじゃなくって、音声トラブルがある方は、今日2人かな、音声トラブルは有線だったね。2人とも有線だった。うん、なんか画面がどうのこうのっていうのは、画面が固まっちゃったり、なんか暗くなっちゃったりとかは、あの Wi-Fi とかのこっちの問題もあるのかもしれないけど、音声だけ聞こえない方は有線でした2人とも、うん、お風呂行こうと思ったけどやめて配信来た。ありがとうございます。でも有線でも全然聞こえてる方もいっぱいいるから、なんか何なんだろうね、なんか接触の問題なのかって感じですね。ゆかさん初見こんばんは。初見です、ありがとうございます。しょこちゃん肌は別に白くないです。一般的には白いのかな、普通だと思うイコラブの中だと暗い方なんだけど、うん、前髪切った、今日切りました今日お話し会の会場で切りました。ちょっとだけ、あの簡易的なハサミで切りました。よくお気づきで、ひときちののんさんありがとうございます。今日の写真マネージャーさんが撮ってくださいました。かわいいって嬉しい、ありがとうございます。結構私は早めに行って3部をやってる時に写真撮ってもらってることが多いかも。うん、です。初めてバズリズム出た時の収録が久しぶりに見たらみんな遅くなくて可愛かった、嬉しい残ってるんですね、ありがとうございます。今日ビーフチキンシーフード、うん、シーフードシュリンプシュリンプカレーカリースイート。他で寒くてマフラーしてる、マフラー持ってったんですけど行きの飛行機で膝掛けにしか使わなかった
福岡いたんだけど夏かと思って、今日あったかいですよね。全然上着いらなかった、持っててないけど。785ありがとうございます。カビゴンさん初見こんばんは、ありがとうございます。ショコの声子守歌にしてください。クラブのメンバー白い人多い、うん、白い人が多いのもそうだし、白くしなんかめっちゃ白くなってる私体には塗りたくないんだけど、普段というか、うん、そうね、みんな白い塗ったらいいんだけどさ、舞妓さんみたいにしたら真っ白白になるでもただでさえ白、めっちゃ白いわけではないから、ちょっとは白くしてる。でも首は塗ってないから、ちょっと首よりか、塗る時もあるんだけどさ、今日は塗ってない。タナツンから今日はカメラマンの依頼ないです、今日はなかった。この前珍しくそう LINE が来たの。そうなの、なんか用があったのかな、終わってから、わかんないけど。昨日は北海道寒かったですね、ダウン着てました。でも一昨日はなんか東京とそんな変わんなかったね。今日の東京は暑かったですね。でもなんか来週から寒いらしいですよ。来週、今週寒くなるらしいですよ。ヘイブンさん、ありがとう、ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。マーシャさん、ピーナ、明日のオンラインサイン会ニックネーム登録忘れちゃった。多い、多いと思います。多分フルネームでもレアだと思って呼ばれるの待っててください。毎日メイク、今日明日もやるかな、多分配信でやると思うので、よかったら見てください。ちょっと違うかもしれないけど、ある程度毎日メイクです。ニットカーディガン、そうです。ニットって言っていいのかな、あれはニットカーディガンです。プレゼントでいただいたお洋服です。そう、昨日ダウンデビューしました。アイラさん、リーさん、ビギナー、ありがとうございます。こんばんは。ダウンをさ出したはいいけどさ、どこにさなんかしまっ置いとこうか悩んでるとりあえずダウンとマフラーだけ出して、それ以外まだ出てないから、どこに置いとこうか悩んでます。今ここの部屋は23度です。 50% あります、湿度。いいですね。そう、美味しいものいっぱい食べました。やったね。夜はインスタライブできたらやりたいですね。朝ショールームやってメイクして、レグルスさん、ありがとう、ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。クロウサギさん、初見こんばんは、ありがとうございます。
本名だと画数多くて申し訳なくなる。私も多い方だと思うし、うちにはキアラという子がいるので全然多くてもいいですよ。逆に間違えちゃう方いてすいませんって感じ。阪神あれかって本当だ。もう8回表違う9回表だ。9回表ですね。あれか、あれがさ、あれになってましたよね。あれが流行語のノミネートされてましたね。あれしか言ってない人になっちゃう。いつもより湿度高めストレート。チョコちゃん、たどりアプリはユーライク使ってます。たまに自撮りはビューティーカムを使う時があったりしますけど、なんかビューティーカムは有料になったらしくて、なんかよくわかんないです。みんななんか言ってた、どうしよう課金しようか悩むって。リサがすごい言ってて、ねえどう思う、ショウコだったらどうするってすごい聞いてた。対面お話し会の時に。もやすけさん初見ありがとうございます。山本さや姉さんがこの前の日本シリーズで国歌担当されてて、あれのあれみたいな背番号の名前でしたね。ゆうちゃん、ラーラーラー、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、ありがとうございます。なんかリサはだいたい私が決めてる。課金しなよって。最初何部2部3部の間で写真を私が20枚だからちゃんとしてねって言われて、変なところでねえやばい今1枚って言われて、ごめんごめんごめんってなって、課金しなよ、1ヶ月1年だったら全然安いじゃんってなって課金してた。ショコ押して、そう昨日のツイートとかもショコツイートボタン押してポッチみたいな。ただしさん、タワーありがとうございます。お久しぶりな感じ、お名前呼ぶの。ただしさん、ありがたわ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 と、ありがとうございます。ただしさん、みもみも、ただしさん、タワーありがとうございます。ここに立ってます。ありがたわありがとうございます。ただしさん、またお話しできる日を楽しみにしております。課金したら負けって言ってた。課金してましたよもう。じゃあ負けたね。そう、私が決定権持ってる。リサがこれとこれインスタ1枚目どれがいいと思う、これじゃあこれにするとか、なんか100枚くらいある写真の中からねえ翔子いいやついいね押してって、で私が多分80枚ぐらいいいねしちゃって、ねいいねばっかじゃんって言われる。言われます。え、リサ課金したと思うよ多分。え、違う、多分名前でも取れたと思うけど。シンバさん、パフェありがとう、パフェありがとうございます。
シンバさん、ありがパフェ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 、ペペペペ、ありがパフェ、ここでーす。お誕生日おめでとうございます。ありがパフェー。パフェ。ありがとうございます。シンバさん。ちょうどリサちゃんのついてきて、それは私選んでないですね。ゆなっちさん、くまままま、ありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。倍に来る年にするねって、待ってます。今横にリサちゃんいる、いないですね、残念ながら。久しぶりに来ました、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。上まで戻ってこれました、無事に。無事に溜めすぎた。あら、阪神、阪神追加点。今メモったから違う画面になってたが、あれ、あ、7点目、森下選手のタイムリー。最後まで分かんないからね。マジであれなのでは、あれなのか。みんな見てるんだね。見てる、見るか、野球好きだったら。いや、そうだよね、本当に超絶接戦だったよね。わかる。あ、やばい、画面が、画面がなんで横になっちゃうねん、なっちゃうねん。しかもワンアウトランナー一塁だね。え、全然はあの配信見ながら、違う、野球見ながら配信いいですよ。逆に配信見ててくれてありがとうございますって感じです。そうそうそう、合計数がねすごいよね、一緒だったんだよね、点数が。怖いよね。今日優勝が決まります。なんか4回先に勝った方が勝ちなんだけど、今3対3なんですよ、3勝3敗。そうで、今日がどっちが勝つかで優勝が決まります、日本シリーズのって感じです。右から配信、左から野球が再生されてます。こういう状況。そういうことできますか？私はできません。こっちに集中したらこっちになっちゃうし、こっちに集中したらこっちになっちゃう。野球わかんない方も多いよね。ね、どっちかにしか集中できないの。難しいです。私もさ、なんかやりながらなんかしたりするんだけど、大体戻ったりしちゃう。インカムつけてるとどっちもで聞けるようになるんだ、すごい。携帯で配信見て、テレビで野球見て、スイッチでスイカゲームしてる。なんかさ、私もさ、やるときある。なんだっけな、何ドラマを見ながら
ドラマを見ながら写真、携帯で写真を選びながらご飯食べたりする。表終わり？本当だ。泣いていらっしゃる。映画を見ながらポップコーン食べる。そうだね。だから家で映画を見ながらポップコーン食べながら携帯いじるみたいな。携帯でなんかアンケートやったりしてたりする。メイクしながら動画見たりするね。うん、まあメイクしながら配信するもんね。私だってメイクしながら配信しながら野球見るみたいになっちゃうね。マルチタクス間違えちゃった。タスク携帯見ながらバス停待ってる。ただ待ってる人じゃんね。面白い。わかる。スイカゲーム時間制限ないからいいよね。わかるわかる。ラストノートの処分。携帯知りながらバス待ちながら彼待ってる。彼からの返信も待ってる。車乗りながら配信聞いてる。普通なんよな。メッセージ、でもあれはメッセージ右に傾いてはないよね。全部欲しいのに誰かを思ってる君です。ショコちゃんは文章を気にする、送信する人、基本は分けないです。サナツンと瞳は小分けにするタイプなので小分けに送ることはあります。あ、リサも送る、小分けにすることあるかな。なんか普通に会話中だったら小分けにするけど、最初になんかこっちから話したいことがあるときはまとめてボンってやるかも。会話中だったら小分けかも。
未読スルーされたらどうしますか。どうしますか。どうもしないです。あ、未読スルーですねって感じし、未読スルーされたことにすら気づいてないかもしれないに LINE をしたメンバーは、見てみる。最後に LINE したのは、キアラです。おいしょ。私は未読スルーしないです。あの、貯めないです。でも56件はまだマシな方かもね。昨日の写真最高だ。ありがとうございます。ひとみんから帰ってる。帰ってきますよ。わかる。一件でもあると消したくなる。わかる。わかりみ。違法キャッチャーの動画めっちゃ見てる。ありがとうございます。その次に最近やったのがメンバーのグループラインだった。でも今日はしてない。昨日ですね。昨日の夜、多分帰りの飛行機の前かな。です。今日は喋った。マイカとキアラがいて、ショコちゃんって言われた。で、イオリとミリニャにショコのツイートで、違う違う、ショコのインスタで今日オーベルジーヌって知った、ふむふむって思ってきたよって言われた。ショコのインスタでお弁当を知ること多いってよく言われる。ショコちゃんメイクしてる。あ、してますめっちゃしてますあとワンナウト、私遅れてるかも。めっちゃ遅れてるのかも。あ、終わりやん。あ、終わりじゃないや。あ、今の、今ダブルプレイやった今ダブルプレイでした。みんなが先だね。みんなが先に知るんだね。会議中、今会議中です。あれなんじゃないの？あれなんじゃないの。そういうことだろ。ワンアウトでピッチャー交代。やだ、みんなの方がさ早いのでもいいか、あの、みんなの方が早い方がいいか。私がネタバレするよりか。今日ギャルっぽいメンバーいてませんでした？え？会ってないかも。え、わかんない会ってないわ今日。その2人、その4人とリサにしか会ってない。多分
わないことはあります。あのお弁当のところでその4人はあったけど、リサは話すことがあってリサの部屋に行った。そしたら寝てた起こしてしまった。何コニコしてる。あらホームラン、あらあら、ちょっと、あら、一球目じゃん。一球目だね。リサ寝る、いやリサ寝るでしょ。リサ寝ますよ。だってまだ投げてもないのにホームランってきたからなんかさ、全然さ最初から見れてないけどさ、泣けるね全力で応援してさあ、最後までオリックスのファンの方もさ、こうやって応援しててそう、預言者が多いコメント、本当にそれ。いいですよ、言っていいですよ、言ってください。私が言っちゃう時だってあるんだから。今2ストライクになりました。当たる預言者そうなのよね本当に。今 TVer で見てます。いけないよ、今から行ったらちょっと遅れちゃうね波にヒット、なんかすごいね本当に、最後の最後まで。おめでとうございます。阪神、私はまだ2アウトランナー1塁ですけどおめでとうございます。阪神タイガース、あーなるほど、レフトフライ、あれでしたおめでとうございます。すごいこのさ表記がさいいよね。38年ぶり2度目の日本一ですって、おめでとうございます。優勝したと同時にリサが見てたのかな。リサも優勝したいね、わかる、わかります。仕事は終わる時間だ、今日も燃え尽きた、燃え尽きた
給料出しては無理ですね。たっちゃん初見ありがとうございます。黒さんゆくき読んでもらって、今日も燃え尽きたんです。ちょうど野球も見終わって、今日の仕事は終わりかなってなったんですよ。そうだよね、オリックス応援してたら悔しいよね。でもなんか最後こうやってさ0点じゃないで終わるのってなんかすごいなって思う。胴上げだ。オリックスファンかもしれないね、黒さんは。そうかもしれない。ベスターズ優勝したらしょこちゃん胴上げしてあげるね。楽しみにしてます。ね、すごかったですよね。だってさ日本シリーズでさ3勝3敗で点数も一緒ってことはすごいよね。めちゃくちゃ接戦でメンバー潰れちゃうかもしれない。私胴上げされたら45回胴上げする、多分気がどっか行ってしまう。あ、リサちゃん試合見てなくてあのタイミングらしい。なんか持ってますね。タイミング良いね。本当にめでとうだね。やりおったー、あれのあれって横断幕。今日アプリ入れて初めて来ました。ありがとうございます。ミックさんビーナありがとうございます。すごいよね日本シリーズ。なんかちゃんとセリーグで優勝して日本シリーズで優勝してって最高だね。おめでとうございます。ベイスターズの応援も頑張ります。来シーズンも。おめでたい。まずは再来週、そうだね、再来週11月25日はベイスターズファン感謝祭があるの、ファンフェスタフェスティバルがあるので頑張ります。 MC 頑張ります。ね、オリックスも強かった。いや本当にそうですよ、本当にそうなんです。一般は9からって言ってたかな、9日から。結構そのベイスターズもともと好きだよって言ってくださってた方はチケットゲットできたよって言ってる方がいらっしゃって、一般は一般頑張るねって言ってる方もいらっしゃって、私も家族分チケット取れました。ファンクラブに入っててよかったです。でも結構争奪戦らしくて、一般のだから皆さんの頑張ってください。頑張ってください。チケット余ってないです。ぴったり2枚買いました。MC 招待ないですよ。選手の招待とかがあるんじゃないですか、選手のご家族の方とか、わかんないけど。
こちゃん応援してるから優先してくれたらいいのに。いや、みんなも選手応援してるからね。みんなも選手応援してるから優先したらいいのにっていう気持ちでみんな一般に臨むと思います。先着だからね、本当に早い者勝ち、争奪戦頑張ってください。FC ファンクラブは去年も内野席取れたから取れるのかなって思って、なんか基本自分が当たったらなんかみんなも当たってるって思ってるスタイルなので、私ってどんなことにも、そうなので、そう去年内野席だったから今年も内野席、まあ、運が悪かったら外野かなとか思ってたけど今年も内野席取れたので、そうみんな先着頑張ってください。結構いらっしゃる。あれはさ、ファンクラブはさレベル順なのかな、あのポイントのレベル順なのかな。いい席はないと思う、うん、ウィングとかじゃないですか。わかんないけど、ちゃんと来場登録しとけばよかった。あ、ステージ無関係なんだ。じゃあ本当に抽選なんだね。なんか見つけれなかったら来場記録私すぐ忘れちゃうから。この前お父さん、この前っていうか結構前に行ったお父さんと行った時に、これやんなくていいのって言われて、ああやるやるやるってぐらい忘れちゃう人だから。もったいないね。あれで10ポイントだっけ入るんですよね。ね、来シーズンは頑張ります。10試合ぐらい見に行ってるのにレベルがなかなか上げられないですね私は。レベル上がったらなんか例えばまあゴールドシルバーだったとしたら、ゴールドシルバー一番下だとしたら、なんか何も言葉出てこない、そうゴールドの人が例えば今日の12時から応募できますよ、でシルバーの人は今日の18時から応募できますよ、でブロンズの方が明日の12時から応募できますよっていう、なんか応募できる日時が変わってきます。レベルが上の方が早く応募できます。はい、それにはポイントが必要なんですよ。来場記録だと10ポイントついたり、あのご飯を買いに行ったらいくらで何ポイントみたいな、1000円で1ポイントかなとかつくんですけど、私は来場記録をいつも忘れるので、あの全然ポイントがたまりませんって感じです。そう、大事なんだけどなんかあーってなっちゃう、忘れちゃうのいつも。ちゃんと全部試したゴールド余裕？ゴールド余裕なんだ。ああ。ああ。そうなの。なんか探しに行くのもなんかどこにあるか毎回覚えられなくて、なんかいろんなと至る所にあるんだけど、その
来場登録っていうのが機械でピッてやって来場登録ですってなるんだけど、そう、その機械ピッてやる機械が至る所にあるんだけど、なんか自分が歩いてるところにはなくってそう、あのいつもなんかあーってなって、あとめっちゃ並んでたりする、あんまり並んでるとこ見たことないんだけど、ピッてやるだけすぐ回転率がすごいからね、そうなんか並んでたりするとああもういいか後ででいいやってなって忘れちゃうんだよね。そうもったいないことをしてます。もったいないことをしてそんな時もあるよねそんな時もあります。もったいないことしちゃってるよ。あ、ご飯とかグッズはファンクラブ会員証ありますかって聞かれるから出してます。でも聞かれなかったら忘れてます。はい、そう、応援しに行くことに満足してる。そうなの、多分そうそうなんです。あ、そう、あのそうなの、あのご飯屋さんによってはなんかその場で来場登録ピッてしてくれるところと、あの見せたらなんか何いくら分って言ってこう QR くれるんだけど、その QR を読み込み、それはやってる、あの帰ってきてから先着のファンフェス内野席狙いだったけど外野席の方が取りやすいのかな。それはそうだと思うけど、そういう感じなのかな、そういう感じなのか。あ、普通に、そう、普通に買いに行ったら神じゃないです。サーバー落ちにご注意ですって、皆さん。もうさ、イコラブの生写真ぐらい争奪戦だと思いますわかんないけど先着なら外野かウイングがいいかもね。そうですね、みんな内野狙いだと思う。私も応募するときに、あの第1希望、第2希望、第3希望で出せるんだけど、第1希望を内野席、第2希望を外野席、第3希望をウィング席にしてたので、そう、頑張ってくださいとしか言えないです。けど去年も今年も内野席ですね。でもどっちも一応2枚申し込むんだけど1枚、一応ね2枚申し込んでるんだけど、まあ去年も今年も多分両親が行きますね、はい、去年は本当に自分用に撮ってたんですけど、自分とまあお兄ちゃんかお父さんが行くかなと思って撮ってたんだけど、けど、あの私は行けなかったですねそう、行けなくてお父さんと、そう、なんかグッズがもらえるんですよ。去年だとネックウォーマーだったので、グッズもらえるからなんか行ってって言って行ってもらった。お父さんとお母さんが行きました。去年は、今年は手袋がもらえるみたいですよ。そう、選手のあの写真がついた手袋がもらえます。結構私はダメ元で撮ってるというか、今んとこ空いてるからチケット取っとこうと思って撮るんだけど、行けないことが多くて、
行けなくて家族が行くっていうのが何回もありました今年そう、多かったですね今年は。本当にあ、22時ありがとうございます。気づいたら22時終わろうかな。 SNS やんなきゃいけないしね。なんかさ、スケジュール決まってからだとさ、もうウィングの上の方しか撮れないんだよね。だからインスタの写真まだ決めてないから終わろうと思います。ウィングの上の方だよね。そうなんだよ、ギリギリになるとウィングの上の方しか撮れないからちょっと前もって買うんだけど、あーってなる、あーいけなかったってなりますね、はい、そんな時もあります。ともこさん、ビギナーこんばんは、ありがとう。まあそんなことを経て今年は10試合見に行けたのでよかったです。11試合かな。みやびさん、初見こんばんは、ありがとうございます。立ち見はしたことないです。明日はサイン会よろしくお願いします。今日はお話し会ありがとうございました。多分ツイッターは今日の写真、あ、インスタは今日の写真ではないと思うんですけど、また載せるので待っててくださいということで終わりたいと思います。ファンの方には気づかれないです基本。この前行った時にご飯並んでたら声かけられたことはありますけどことはありますけど、あの基本気づかれてないです。はい、終わりたいと思います。ランキングタイム。13位コーヒーさん、12位ユナッチさん、11位ミドさん、10位おっちゃん、9位バンナナさん、8位ヘイブンさん、7位ユウちゃん、6位ルナさん、5位サキホさん、4位ヒデちゃん、3位人生じいちゃん、2位ただしさん、1位シンバさんです。ありがとうございます。2列目ユキハさん、トモロさん、クロノさん、レグルスさん、ゆずきぬさん、ウルトラさん、さゆりさん、おまめさん、たーくん、ひるカレーさん、アンドロメダ焼きさん、たしみさん、たかいちさん、リースさん、カイトさん、ヒッキーさん、なかじいさん、カバさん、トッシンさん、あおちゃん、トラッシュさん、ハラディさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのコメントギフトありがとうございます。シンバさん、ありがパフェありがとうございます。そしてたわしさん、ありがとうありがとうございます。たわありがとうございます。ということで今日はお話し会ありがとうございました。明日も2部からかな、明日2部ですよね、サイン会みんなに聞いちゃう2部だね。明日はもう20時からサイン会がこのルームであるんですけど、多分まあお昼過ぎとか、まあそれぐらいから午後にメイク配信とかすると思うので、よかったら遊びに来てください。そして夜は多分インスタライブやるかなって思ってます。ということで終わりたいと思います。おやすみなさい、ありがとうございました。感謝、おやすみなさい。インスタもあげるので見てください。ツイッターはあげました、見てください。ありがとうございました。おやすみなさい。